これ逆に出んかったら俺悲しいもん。中目黒にはいないか。やっぱ俺の知名度もまだまだだな。皆さんこんにちは、上田剛です。今日はですね、はい、上田さんもそろそろ登録者が10万人に差し掛かってきたということで、知名度も結構広まってきたんじゃないかなという。まだまだやろ。今日はですね、街中の一般の人に上田剛さんを知ってる人がどれくらいいるのかというインタビューをしてきました。してきた。してきました。もう上田さんが岡山で高校生を指導してる間に撮ってきちゃいました。マジで？で、その道端の人に普通にすいませんって、すいませんってめちゃめちゃ断られます。え、なんか怖いな、それみんな。実際に映像を見ながらリアクションしていただこうと思いますんで。OK、うん、何怖っ。一応場所なんですけど、さすがにいきなり地方に行くのもあれなんで、まずは東京で。東京で俺のこと知ってる人いるわけねえじゃん、そんなの。ヤクルトの本拠地ですからね。東京でどれくらい知ってる人がいるのかねえ、見ていきましょう。なるほど、楽しみでもあるし怖いな。ふうくん、ちなみに何組ぐらいに声かけたの？はい、1日かけてで40組ぐらいに聞いて結局答えてくれたのが8組。嘘。少ねえ。じゃあ早速見てみますか。はい、野球ってたまに行くの？野球だったんですよ。それ人ますね。3人山田哲司、ヤクルトの OB の選手で YouTube やってる人とかキャッチャーの人、山崎さん。これ一人目。これ一人目。中目黒。中目黒。プロ野球見たりします？はい、小中学校ぐらいまでは見てたんですけど、今さっぱり見ないですね。プロ野球選手3名挙げてもらってもいいですか？あ、全然わかんないな。全然わかんないやつ。大谷翔平とか、うん、そりゃ大谷翔平しかわからんわな、野球知らんかったらな。三浦投手とかその辺で記憶が止まっちゃってます、うん、中目黒にはいないか。中目黒はまず取材を引き受けてくれませんでしたね。新宿に戻ります。はい、普段プロ野球ってあんま見ない。あんま見ない言うてももう無理やん。プロ野球選手3人挙げてもらってます。藤浪、うん、藤浪、それから自分地元の阪神の人なんですけど、福留選手とか、はい、金本選手とか、はい、あ、もう完全に阪神ファン。ありがとうございます。野球の OB 選手で YouTube やってる人野球の OB 選手で YouTube めちゃくちゃ出てこない、はい、ありがとうございます、はい、そら出てこんわな。お、これは期待できるよ。プロ野球は結構見ますか？あんま見ない。あ、帽子かぶってるから。確かにカープの帽子かぶってる。もしも見てたらいいんですけど、 YouTube とかで野球の OB 選手で見てる人とか誰か知ってるよって人がいたら教えてもらっていいですか？あんまない。街中取材するって難しいね。難しいですね。普段プロ野球で見たりします？多くはないですけど、はい、ひだま YouTube で。ちなみに野球選手3人挙げてみてもらってもいいですか？はい、3人。最近なんか話題になって栗山選手っていうことで、はい、個人的にオリックスの吉田選手がすごい好きです。はい、ちなみにどっかのファンとかありますか？僕は地元が東北なんで、はい、僕楽天ゴールデン。そう、ヤクルトの選手、はい、3人もし知ってる人がいれば。村上宗隆選手、小川選手、奥村選手は知ってます。村上宗隆、小川康弘、奥村で。なんでそこ奥村なの？ OB の選手で YouTube をやってる人を、もし知ってれば。里崎さん、ヤクルトで戦力外だった外野手。誰でしょう？出てこない。頑張れ。あの、青木選手と仲がいい。去年までいた上田選手。知ってます。知ってます。はい、知ってます。たまに見たり。見ますね。お、マジで見てくれてる。面白いこと言ってるんで、ちょっと見たりした。もう俺の名前言わすために頑張れ言ってるもんね。実は今撮ってるのが上田選手のチャンネルで。マジですか？ちょうど見てたんですよ。初めて名前が今出てきて、はい、あ、そうです、サインもらいました。山形に来てくれて、2009年のクレッシュオールスターズとかで、えぇ、ー、デブ狂いで上田選手にサインもらってます。おー、す
ごい、はい、もし何か見たことあれば十郎さんに見てると思うので、はい、野球のその気持ちを今度は YouTube の方でぶつけて頑張ってください。応援してます。いいねいいね、これ取材した甲斐ありましたね。出たんですよ。なるほど。スタッフ全員びっくりしました。そう、俺の名前出るためにみんな頑張れあと少しとか。普段プロ野球って見たりしますか？あんま見ないです。知ってたらでいいんですけど、はい、プロ野球選手3人挙げてもらったんですけど、どの世代でも巨人とかしかわかんないですけど、はい、全然岡本、はい、丸とか本当に巨人しか知らないですよ。そう、はい、もし知ってたらでいいんですけど、はい、OB 選手で絶対知らん、はい、絶対知らんわ俺は。OB で YouTube ですか？難しい。ちょっとわかんないです、本当に。すみません。わかりました。ありがとうございます。申し訳ないですね。これはもう、楽器苦痛やろな。こんな感じで聞いてたんですけど、うん、ガッキーさんからここでメッセージが、それを見ていただきたい。もうやってらんねえっつってんのこれ。結構いろんな人に聞いたんですけど、一人しか出なかったので神宮球場に来ちゃいました。それはまずいね。これはもうガッキー目が笑ってないよ。これここで聞いていきたいと思います。なるほどね。ヤクルトファンに聞けば出るだろうということで、うん、いやこれ逆に出んかったら俺悲しいもん。プロ野球って結構見ますか？そうです。空見るよ。どこの空見るよ。ヤクルトのファンです。ヤクルトの選手3人挙げてもらいました。山田選手、はい、村上選手、村上選手、西浦選手、西浦選手。おお。OB の選手で YouTube やってる人とか知ってたりしますか？知ってる。名前忘れちゃった。頑張れ。頑張れ。どうするした？ド忘れした言うてる、ド忘れ。去年までヤクルトにいた選手で、T シャツとかいろいろグッズ使ってド忘れしてる。上田選手俺という存在は分かるけど、はい、結構見たりしました。たまにちょっとだけ見たりをはしたことあります。ちなみにこの今チャンネルが上田選手のチャンネルの取材で、嬉しいです、名前が出てた。ありがとうございます。もしも上田選手、はい、コメントあれば一言お願いします。はい、上田選手の現役の時に何度も神宮に来たり、テレビでも中継を見たりしてて、カメラに向けたパフォーマンスとかもとても面白くて、 OB になられてもテレビ番組に出演されてたりしてとても面白いので、これからも頑張ってください。あー、いいですね。ありがとうございます。嬉しいですね。でも俺が去年までカメラの前でパフォーマンスしてたっていうことを知ってるのに、ド忘れした言って。実はこれ横にお母さんがいらっしゃって、うん、お母さんの方にも最終的に聞いてお母さんが答える。なんだよそれ。いいや、最後もう一組神宮で試合もう始まってたのにわざわざ受けていただいて。マジか、完璧なヤクルトファンじゃん。この格好で俺のこと知らなかったヤバいって。プロ野球は見られますか？はい、よく見ます。ヤクルトの選手で3名、はい、3名、はい、山田哲人ね、当然出てくるね。はい、村上、もうこれお決まりですよ。オスナさん、うんうん、OB の選手で YouTube やってる人って誰か知ってたりしますか？知らないけど、上田哲さん。お、はい、はい、ちなみに、はい、今この撮影が上田さんの YouTube の撮影でインタビューさせてもらってるんですけど、はいはい、上田さん見てると思うので、はい、何かコメントあれば、はい、一言お願いします。はい、去年の秋、上田さんの、あの悲劇のニュースを聞いたときは泣きました。はい、今年も神宮で応援できると思っていたのでショックでしたけど。いやー、いいファンだね。上田さんを応援する分をスワローズに向けて応援しております。違った形でまた応援できるといいなと思ってたので、あの YouTube で直接チェックさせていただきます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、あー、いいですね。ありがとうございました。あー、こういうのいいね。でもあの子供はもう試合始まってるのに取材してんじゃねえよって顔して。ちなみに多分この時1階の裏か2階の表か。あ、なるほどね。あー、申し訳ないね。やっぱ俺の知名度もまだまだだな。ということはまあプラスに捉えよう。まだまだ伸びしろあるということだよね。そうですね。うん、でもなんか申し訳ないね。新宿とか中目黒まで行かしてさ、名前が出ないからもう泣く泣く神宮まで行っちゃうっていうね。一番名前が出やすいとこ行っちゃう。言ってよ、それやったら俺の取材あるからっつって100人ぐらいあの辺に仕掛けとこうと思ったのに。いやいや、それはまずいですよ。これ神宮終わった後、うん、結構ガッキーさんの帰るスピードが速かったです、ね。そりゃそうやろうな。いかがでしたか？予想通りって感じ。
ゃあ今度逆に俺が上田選手って知ってますってやってみる。そこでどんな反応するか。あ、知ってますよなんて言ったらねそういうの面白いよね。だから今度逆にヤクルトの選手がどれぐらい知名度あるかっていうのをやってみても面白いと思うね。そう、山田村上はオリンピック出てるからそれはもうもちろん知名度はあるんだけども、もっとねいろんな選手知ってほしいよね。こういった企画って面白いと思いますし、多分気になるファンの方いっぱいいると思うんで、もしねこういう調査もしてみてくださいっていうのがあればコメント欄にどんどん書いていただいて、それを我々も実行して楽しい企画をですねお届けできるように頑張りたいと思います。面白い企画が思いついた方はどんどんコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。ということで上田剛の知名度調査失敗ということで失敗ではないか僕がまあしっかり頑張らなきゃいけないんですけど、登録者をいっぱい増やして頑張っていきたいなと。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。